皆さんこんにちは。こんにちは。八つ葉ショップチャンネルですね。本日はですね、熱天株式会社の木下さんにお越しいただきました。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ熱天さんのね、ことに関して、まあ、八つ葉のこう会員の方はね、ある程度、はい、ご存知の方もいれば、ね、ご存知じゃない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、簡単にね、僕の方から知っている限りのことを、ね、はい、まず簡単にお伝えすると、はい、今では熱天株式会社ですけども、その前まではロゴストロン、ロゴストロン株式会社で、はい、でまあ、もっとその原点となるのは七沢研究所ということで、はい、よろしかったですか。あります。そうですよね。で、まあ、まあ、いわゆる言霊、はい、うん、の分野における本当日本のね、権威者であった七沢賢治先生が、うん、はい、まあ、組織されてた、うん、まあ、会社さんということで、まあ、僕のそうですね、知ってる限りだとやっぱりこの言霊っていうものと、はい、まあ、古神道っていうもの、はい、まあ、他にもいろいろあるんでしょうけど、はい、大きく本当にシンプルに分けるとその2つをこうテクノロジーと融合させたっていうのが、うん、まあ、一つの特徴であってね、はい、まあ、僕自体はもともと QES というね、うん、そういう装置からやっぱり知って、はい、まあ、いろんなものを、ね、試してきて、まあ、これはすごいっていうものなんですけども、うん、まあ、どこから説明、ね、その QES から言ってると、ね、すごい長くなっちゃうんですけど会社今どういうふうに説明されてます？まあ、結構古神、まあ、そういう古い英知、日本の古神道、うん、とあと言、まあ、言霊、はい、私たち言霊と言ってますけども、はい、言霊ね、それのその英知を、まあ、テクノロジーに落とし込んで、うん、で誰でも使えるようにしたっていう、うんうんうん、ちょっとそういうことを研究している会社っていう感じですね。まあ、それってね、だから日本古来からずっと伝わってきた、はい、その言霊、はい、言霊っていうもの、はい、やっぱ言葉には神が宿るとか、はい、そういう、ね、力があるっていうものをかなり研究してって、はい、それを特別な人だけが使えるものではなくて、はいはい、誰もが使えるようにテクノロジーをうまく活用したと。そうですね、まさにその通りでして、ね、はい、具体的にどういうことができるんですか、その言霊、言霊を使えるようになると、まあ、はい、まあ、言霊を使えるようになると言霊って結局こ、まあ、言葉によって現実を作るっていうことですから、はいはいはい、まあ、いわゆる要約すると言ったことがすぐ実現するような状態に本来人は あるんじゃないかと、うん、まあ、今でもそういう行者さんとかすごい修行されてる方は多分できると思うんですけど、まあ、お知り合いにも多分いらっしゃると思うんですけど、うん、それってなかなか本当に生まれつきなのか、あるいはたくさん修行した人なのかしかできないと思うんですけど、それだとなかなか世の中も進化していかないんじゃないかと、ちょっとその七沢賢治、創業者の七沢賢治が考えて、これを使うことによって、まあ、それを少しでもその域に近づきたいっていう方々にちょっと役に立てるようなものをいろいろ開発しているって感じですかね。なるほどですね。で今回、はい、ご紹介いただく、はい、うん、まあ、新商品というかね、今までにないあるんだけども、はい、ちょっとタイプがちょっと違うというかですね、はい、うん、まあ、こちらの商品なんですか。そうですね、はいはい、これを振り子と言いまして、うん、まあ、振動の太鼓の子と書いて、あ、なるほど、はい、ちょっとそういう漢字を書くんですけども、はいはい、まあ、言ってみれば音をですね、振動する装置なんですよね、うん、でじゃあ単に聞いてるだけでいいのかっていう話も出てくるんですけれども、その音にさっきのその、まあ、ロコソの周波数を研究している言霊の周波数を音の中に混ぜて、うん、ここから出すことによって、うん、その振動をですね、まあ、もちろん耳で聞いてもいいんですけれども、体で体感したりとか、あ、なるほどね、でいうことができるっていうものでして、はあはあはあ、今までのこう、まあ、僕がさっき言ってた QES とか、はいはい、ああいうのって全く音とかじゃなくて、そうですね、もうこう全然聞こえもしない中で、はい、でもずっとこう発信を続けているっていうものだったと思うし、はい、こう熱天さんの今までの商品のものも、はい、
基本的には、ね、音は鳴らないならないですものですよね。はい、でもこうちゃんとその見えない次元の方に働きかけているという、そうですね、機能を持っていたのが、はい、まあ、今回ちゃんと物理的に音として発信をしているっていう、はいはい、でもその中にそういう情報もちゃんとプログラムされて入っているという、はい、まあ、新しい取り組みですね。そうですね。なのでこういったものも、まあ、要するに言霊手箱という、まあ、癒しろ地を作るグッズなんですけど、うん、レッサーさんでも販売されているんですが、うん、置いているだけでいいんですけど、うん、まあ、何も聞こえないですし、うん、何もわからないんですよね。これ本当に何かが出ているのかと。そうですよね。ただ今回の場合はその 音をさらに振動に変えてますので、うん、まさにその体感できるということが一番の特徴でして。あ、なるほどね。はい、やっぱ人間やっぱ体感するとやっぱり実感がこもってきて、うん、実際に効果が出てくるっていうことがあると思うんですけれども、うんうんうん、まあ、それが本当に、まあ、研究の中でやっぱりいろんな方がすごい体験をされていて、はい、ちょっとそれで皆さんにご紹介できるなっていう。なるほど、はい、まあ、一応五感を持ってね、こう肉体を持って五感が機能してね、こう、まあ、意識がこう入って、うん、人間ってね、この世界で生きてるわけですから、はいはい、まあ確かにいくら、ね、こう発信されて効果があるよって言われても、ね、五感でなかなか感じ取れないと、はい、こう、まあ、結果的に現実はね変わっていったりとかいろいろあったとしてもね、うん、ちょっと分かりづらい部分もあるのかもしれないから、はい、まあ、より本当、分かりやすく体感できるっていうのは面白いものですね。そうですね。具体的に どんな感じで、はい、ちょっと一回やってみましょうか。はい、これはいわゆる Bluetooth でですね、はい、例えば今のお持ちのスマホとかに、はい、音をですね、このロゴストロン その周波数というものを入れた音をこちらで 作曲してまして、はい、でそれをまあ今まで従来 CD とかで聞いていただいてたんですけども、うん、まあ、それをこの振動装置に Bluetooth で飛ばすとですね、うんうんうん、振動するってわけなんですが、今ちょっとやってみましょうか。すごいですね、これ結構ちょっとこれ音 のあれによってはすごい大きいんですけれども、おすごい、おすごい、これ震えてる感じですね。そうですね、本当に震えてるんですね。これが今しじまという曲、まあ、いわゆる地響きのような音なんですけども、この中に先ほどのノリトの周波数とかロゴストロンの周波数を、はい、一緒に重ねているんですよね。なので実質的にこれで何ていうんですかね、この振動を浴びていると、まあまあ大雑把に言えばノリとこの振動を通して浴びているような感じになるんですね。はい、確かにね。でこれ例えばそのご自身使う場合、例えばまあこれ骨の骨伝導をちょっと利用してですね、全身届けるっていう仕組みになってまして、骨が例えば鎖骨とか当ててもらうとすごく体感したりとか、肩とかですね、あとこういう背骨とかもいいんですけれども、まあ、ちょっとやりづらいので2人でやりあいっこするといいんですけれども、はい、まあ、そうやってやっていくと結構その普通だったら手術科の人でやっぱり1時間かかることが10分でできたりとか、うん、まあ、すごく緩むって言われてまして、うん、でこの裏側にちょっとこういうあこっちぐるぐるしてますよね。あどっちも使えるんですけどね、はいはいはい、まあ、本当はこっち側で下で、あそうですよね、こっち、はい、こっちの方が強いですよね。あ確かに、はい、これぐるぐるがなんかコイル、そうですね、これはゼロ磁場コイルと言いまして、まあ、いわゆるパワースポットなんかゼロ磁場っていうんですけど、はいはいはい、ありますよねゼロ磁場、はい、でこれが音の振動によってこれゼロを作ってくれているので、うん、まあ、これによっていろんなそういうちょっとネガティブなエネルギーとかをちょっと除去してもらう、はい、ってこともできるっていう、ね、あじゃあプラスアルファゼロ磁場効果もそうですね、期待できるっていうこと で、ね、例えば頭とかですね、こういうこめかみとかも、ね、意外と気持ちいいんですよね、すごく。あと頭頂とかですね、あと眉間、消化体のある眉間とかを結構おすすめしているんですけども、うん、まあ、確かにチャクラとかの位置にも使うとすごい効果がありそうですね。で結構この振動って猫が骨折した時なんかよくぐるぐると鳴らすんですけど、あれってなんでぐるぐるになってるかっていうと、その自分で修復する力を高めてるって言われて、そういう研究がありまして、まさにそれと近い周波数を出しているので、まあ、非常に置いてると眠くなってきますし、はい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 、リラックスしてくるっていうところで体も本当に緩んできてですね、うん、という代物でございます。なるほどね、はい、これは
とこで止める、はい、これ止める場合はここの電源を押すのです、ね、あそこが長押しをすると止めちゃうってことですね。この音はまあいろんな音がありますので、最初 6曲ぐらいついてますので、うんうんうん、例えばテーマに合わせて金運が上昇するとか、お心身健康になるものとか、おちょっといろんな種類の曲がついてますので、まあ、それを自分の好きなタイミングに合わせて、まあ、Bluetooth でつないでいただければそれを感じられるっていう感じですね。何分ぐらいとかっていうのは別に目安もなく、そうですね、まあ、大体まあ同じ1箇所に大体3分、2、3分ぐらいは、ちょっと少し疲れてる人とかはやってもらった方がいいかもしれないです。実際どんな声が上がってますか？声ですね、やっぱり一番多いのはやっぱり肩こりとか腰痛とかですね、そういった人をちょっとやるとですね、すごく 2,3 分やるだけで全然可動域が変わったりとか、昨日寝違えてるっていう人がここのところの首のちょっと付け根あたりを少しやってると、もう全然もう何ですか、もう寝違えてるの忘れたみたいな感じだったりとかですね。結構やっぱりこう実際にね振動したりとかもすることもあって、はい、この肉体次元でのこう効果も感じられますよね。あと不眠症の方なんかが例えばベッドのマットとかあと布団の脇に置いてると、これ結構振動が気持ちいいんですよね、はい、よく車乗ってたりとか電車乗ってると眠りやすいっていうんですか、ああいうあのいい振動になって不眠症の人が寝れやすくなったっていう声もあったりとか、はい、そういう代物ですね。なるほどなるほど、まあ、さらにじゃあそういう情報を組み合わせるとこう金運アップに、そうそうですね、金運アップにしたりとか、まあ、願望も叶えやすくなったりとか、そうですね、まさに自分がその、まあ、その周波数のこの振動と一体化することによって、うん、まあ、例えば神社で例えば正式参拝すると祝詞を読んでもらったりとかするじゃないですか、それを本当に振動で浴びているような状態になるので、自然とそういった自分の言霊が実現する力が上がったりとか、払い効果もやっぱすごい高い、高いですね、払い効果結構言われてまして、これはまあなぜかというと祝詞が入ってまして、そうですよね、はい、すごくその、まあ、この振動を感じることによって、もちろん肉体的な払いもそうですけど、まあ、エネルギー的な払いも起こるということがいろいろ体験として言われまして、まあ、ある意味専門ですもんね、まあ、そうですね、払いはちょっと専門、払いはもともとね、はい、専門のところをねこういったテクノロジーでもね再現してるっていうような、はい、そうですね、なので毎日祝詞をあげるのめんどくさい人なんかはこれを浴びれればですね、まあ、ある意味、ね、ある意味短縮できるし、楽だなって、あとは、まあ、家族に見つからなくてもいいっていう、もともとこうベッドで、はい、やつはでもねこうイベントでちょっと展示させていただいたことが、はいはいはい、音響ベッドみたいなのがありましたよね、はい、ありました、あれがもう小型化されたような、そうですね、あれはもう本当に普通のシングルサイズとかあとセミダブルサイズのもので、はいはいはい、まあ木で作ヒノキで作ったベッドがあったんですけども、あれもすごかったですよ、あれ本当にその、はいはい、ベッドにいるだけで本当宇宙に行っちゃうようなねすごい体感、リラックス効果もすごい高かったんですけど、まあさすがに物も物で大きいし、ね、金額も大きいものだったから、まあ、誰でもね簡単にってわけにはいかなかったのかもしれないですけども、はい、これはもう本当に手軽に持ち運べるからいいですね。そうですね、出張先とかでもね、そうなんですよ、出張先ちょっと疲れたら、あと私は 目、うん、まあ、目が疲れるのでこういうふうにやったりとかですね、まあ、ちょっと振動をちょっとだけ緩めてですね、とかしたりもしますね。なるほど、はい、まあ、じゃあ普通に充電して、はい、まあ、充電するとそこそこ持って、そうですね、はは2時間充電 で連続6時間再生できますので、おー、すごいですね、なるほど、あとはスマホがあればそちらつなぐことでできるということですね。ありがとうございます。まあでも本当、ね、繰り返しになりますけど、はい、僕ね、QES っていう、うん、本当に初期の頃の装置が本当あまりにも、まあ、船井幸雄さんがやっぱりね紹介していて、はいはい、あれでこう、ね、よく本に出てきたのが、うん、農地に結界を張って、あそれでこうね食べにイナゴの実験ですかね、イナゴがこう、はいはい、田んぼとか畑にこう来る被害があるところに、はい、やっぱりそこの情報をプログラムして入れると、その見事にね
あの農地の周辺で、うん、まあ、変な話イナゴが入ってこれなくて、まあ、そうですね、っていうようなね、あの、まあ、一つの怪奇現象みたいな感じですけども、はい、やっぱり本当その船井先生はよくそういう話をね、うん、されているのを聞いて、やっぱりこの情報の世界ってまずすごいじゃないですか、このやっぱり見えない次元のこう情報によってできているのがこの、ね、結果の世界であって、はい、やっぱそこにこの言霊学というか言霊っていうのは本当にアクセスできるんだなっていうのを ね、うん、ほんね、まあ、なんとなくあのそんなことは分かっている人も多いのかもしれないけど、それをこうちゃんと研究してね、はい、こうテクノロジーで再現しているっていうのはすごいなっていうものなので、うん、いえ、ありがとうございます。まあ、あの頃から本当ね、どん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 進化していって、また、はい、まあ、こういった新しいね、あのタイプのものがあの生まれましたので、ぜひ、ね、あの皆さんもね、お試しいただきたいと思っております。じゃ あ、 あのこれからの、活用方法ですね、こちらちょっと実験してもらいたいと思うんですが、今さっきあの簡単にお一人使い用ということでご紹介したんですけれども、今度あの、まあ、2つ使うやり方もありまして、で実はそれをちょっとやっていきたいと思うんですけれども、まずですね、どちらか後ろを向いていただいて、なんですかね、こっち側向きお二人も、はい、はい、でですね、ちょっとその1個をこちらに、はいはい、渡していただきまして、で、まあ、簡単に一番やるのはやっぱりあの肩とかですね、そんな感じで、やっていきますね。でちょっとこういう肩でやっていく、今 どうですか、振動感じますか。うん、感じます。なんか電気が走ってるみたいにピリピリする。あ、電気が走る。これをですね、例えばこの後ちょっと 背骨のちょっとあのちょっと若干真ん中を若干挟むような形でやっていったりとか、うん、どうですか、どんな感じで。いや、すごい、肩ちょっとやってただけなのにもうすごい緩んでます。やりますよね、うん、これに多分あの1分もやってないと思うんですよね、うん、びっくり。で例えば人によってはこの下の方、あの腰椎の方とかですね、結構あのこれはそれぞれ人によるんですけれども、うん、今ちょっと痛いところってどっかありますか。痛いところ、ちょっと少し硬いなっていうところとか、うん、でも本当肩から腰にかけて、ね、腰にかけてちょうど今やってもらってるところ、はいはい、でなるべくあの1箇所は少し 1,2 分ぐらい少し止めてからやるといいですね、うん、っていう感じですね。であのこれ結構その、 あの本当に施術家の人にすごく愛用していただいてまして、うん、今やっぱり最初にその体を緩める時にこれを使って最後また本当に施術に入るとですね、すごくあの入りやすいって言われますね。あとやっぱり長年50年間ぐらいその肩がすごく痛かった方があのこれ2つ使うことによってもう治療に行かなくてよくなったとか、やっぱこの振動がすごくですね、単純にその体を緩ますだけじゃなくて、やっぱその原因となっているその感情とかですね、あるいは過去のトラウマみたいなものなんかもやっぱどうも払うみたいな、そんな効果もあるみたいでして、で結構中にはね、涙流されるとかですね、逆にそれをなんかいろんなもの出てきてちょっとお腹の方に来たっていう人もいたりとかですね、その場合は逆にお腹の方をちょっとやってみたりですね。でちょっと今度はあの、肩の方ですね、例えば、左右こっちの肩にしましょうかね、こちら側の肩2つこう挟むような形で、うん、そうですね、こんな感じですね、はい、とかってこう集中的にやっていくと、あの例えば右肩がすごく何か痛みがあった場合に、あのその痛みの元となるものが逃げずにですね、ここから払われるみたいな、ちょっとそういう感覚だよって教えてくれる人がいたりとか、結構変わってきまして、でだんだんとこの振動にちょっとあの感覚をちょっと意識を向けていただくと、やっぱそこにだんだん馴染んできて、まあ、自然とあの呼吸が深くなったりとかですね、ちょっとそういうことが起こってきますね。振動とかどうですか、強いですか。少し、いや、すごい気持ちいいです。すごい気持ちいいですか。すごい気持ちいい、なんか音に意識を向けるというか、振動に意識を向けるとすごいこう瞑想状態にもなっていくっていうか、うん、結構この音自体がやっぱり地球の、うん、もう本当に奥の響きって言われているようなものだったりとか、うん、あとお母さんの子宮の中とか、うん、ちょっとそういう音に近いって言われてまして、まあ、それが本当に安心感とかリラックスにつながってくるのかなって言われてますね。あと膝が悪い方、膝悪いかも、悪くないかもしれないですけど、うん、ちょっと膝の方少し、これはどう、全然違う全然違うで膝もですね、
挟む感じ、これでは見えるか、見えるかな。こっち向きがいいですかね。はい、ちょっと少し斜め向けに。で、膝なんかもですね、こんな感じで挟んでいくと、あの膝が悪い方なんかはすごくですね、やった後のすごく可動域上がっちゃったりとか、本当に上がってくるんですよね。膝も気持ちいいですね。すごい気持ちいいですよね。例えばこの膝頭とこの裏でやったりとかですね、すごい挟むような形とか、振動感じます？感じます、うん、ね、これやってるとなんか深呼吸がだんだんと呼吸が深くなってくるんですよね。結構やっぱこれでやっぱり60代とか70代の方なんかはもう本当にその後すごく楽に歩いて帰った方とか結構いらっしゃって、うん、なんか足先までポカポカしてきます。あ、そうですね、結構熱くなる、うん、暖かくなるっていう人多くて、うん、まあ、巡りがちょっと出てくるのかなって感じがしますね、うんうん、ですね。あと最後頭だけちょっと少しこめかみのところ、これはまあ一人でもできちゃうんですけど、これ裏側で、裏側っていうのはゼロ字箱を入れ替える少し、うん、こめかみのところですね、うん、どうでしょうか。いや、すごい気持ちいいですね。なんかね、歌ってますそうなんですよ、びっくりする、これびっくりするぐらいです、 ですね。本当に気持ちいいんですよ。あ、全然目の感じが違う。あ、声も違いますね。 あ、そうですか。あ、自分の出す声がちょっとやる前とやった後で全然違いますね。あ、張ってますよね、そこで、うん、張ってるし、目も楽だし。これ本当に最初ここまで効果あると思わなかったんですけど、うん、なんかすごく効果が出ていて、まあ、ぜひ皆さんも使っていただけるといいかなと思います。